一年中彼岸花が咲き乱れることを彼岸島。この森と海しかない島には、血液感染する不可解な病気により凶暴な力を得た吸血鬼たちが島を支配していた。生き残った人間たちは吸血鬼壊滅を願い、果てしない戦いに挑む。さあ、お前ら吸血鬼のアジトはどこだ？お前らのボス、ミヤビはどこにいる？そしたアキラさん、殺しちゃいます！吸血鬼は不死身だ。これぐらいじゃ死なん。ミヤビ様にたどり着くには何匹も鬼がいるんだ。いくらおめえらが抵抗したって。こっからすぐ行った先には姫がいるんだぞ。姫？姫はあの長い体やとてつもない力は厄介だが、目を合わせさえしなければどうにかなる。うん、姫をやれ過ごしたって、みやび様のペットのチワワ様にやられちまって。チワワ様？あの全てを焼き尽くす炎を吐くという。おめえら人間どもには勝ち目なんかねえって。みやびのそばにはもっと強力な鬼がいるという話もあるが、お前まだ何か知っているな。さあな、知らねえよ。いたー！ちょっと、このクソ人間！もういい、首をはねてとどめを刺せ。はい。ああ、思い出しました。まだ先に満腹ジジイがいます。満腹ジジイ？めちゃくちゃ凶暴で、仲間の吸血鬼まで食っちまったせいで洞窟に封印されてる、すげえやべえ鬼です。なんてこった、そんな鬼まで。だからあんたらも無理しない方がいいと思いますよ。そんなに鬼たちがいたんでは力で押し切るわけにもいかんか。行きましょう。なんかきっとなんとかなります。よし。はい。ランナー、俺こんなに喋ったんですから、そろそろ帰って。行くぞ。はい。いや